うまくできてない人は圧倒的にまずしゃがんでなきゃ、できて、まずしゃがんでない。だから手が当然前伸ばし届かへんよ。これまずしっかりしゃがんでほしい。分かりやすいよ、足巻きやんで言ってね。まずしっかりしゃがんで、分かるか、しゃがんで手を前出したら見て、ボールは上がってくるから、分かるかな。手前出してでも手のひらをこう向けてりゃ流星和葉止まるから、ボールで上がってこい。手の形は一緒、来たら手前出す、上がってくるから抱える。もうちょい後ろから入れて、でしっかりしゃがむな。もう一回見てな、いいよ、しっかりしゃがむ。もう一回やるよ、いや、分かるかな。ボールが来たらしっかりしゃがむ、で抱え込むな。オッケー、もう一回やってみよう。今のもな、もっとしゃがまなあかんな、正面入ってな。ナイス、今のいいよ。手がこうなってる、まっすぐせやな、まだ手がこうなってる、ボール上がってこんやろ、滑り台やと思って。そう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 、ナイス、いいよ、でいいぞ。手が開いてるからね。で、取った後抜けるから、それじゃ肘なんや。止まってるぞ、ボールが。ここで一回食った、ブレーキかかってるやんな。それじゃこぼす。もっと工夫してみ。顔の前で取ってみ。顔をボールに近づけていってみ。悪い、ナイス。で、今もっと顔をボールに近づけてみ。そうすると姿勢って勝手に低くなるから。顔をボールに近づける、そういうことやな、ナイス。ステップもうちょっと早くできるか、外にな。顔をボールに近づけて、そう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 、惜しい惜しい、ボール見てない、リスやな、最後ボール見てない。さあ、あと1本ずつ、また動画見て、中津はな、動画見てな。ナイスナイスナイス、ルイもうちょっと肘曲げていい、ちょっと手出しすぎる、もうちょっと曲げていい、構えた時な。さっきの手、広いて、ここじゃない、もうここ、どこも、どっちも出せるように。オッケー、ちょっと給水して。